部屋に置くだけで一気におしゃれな空間に早変わりするカウンターテーブル。ちょっと一息ついたり、勉強をしたり、食事をしたり、といろんな場面で使える便利なアイテムです。安価ではない上、キッチンやリビングの印象を決めるので、後悔しないものを選びたいですよね。ここでは、おすすめのカウンターテーブルの人気ランキングをご紹介します。リストの最初の製品は、サイドカウンタートーマ。どんなインテリアにも合う、ナチュラルな色合いのカウンターです。内側には、たっぷりの収納、そして、足置きもついているので、椅子を置いて、カフェスタイルも楽しめます。サイズは2タイプで、1つを使って、キッチンやリビングの間仕切りにするのはもちろん、他のサイズと組み合わせて、L 字やコの字にして、使ったりもできます。リストの2番目の製品は、収納付きカウンターテーブル。木目が美しい国産のカウンターテーブルです。天然木なので同じ木目のものはありません。表面は、お手入れが簡単なウレタンと塗装仕上げで、天板トップは硬くて、傷がつきにくいメラミン化粧板となっています。グラスハンガーやマガジンラックがついていて、使い勝手が良いです。すっきりとしたデザインで、置くだけで上質な空間に早変わりします。リストの次の製品は 150cm バーカウンター。まるで自宅がおしゃれなバーになったかのような本格的なバーカウンターです。幅 150cm のロングタイプ。背面全体が収納棚となっており、上下3段階ずつ、計6段階の高さ調整が可能な棚板が8枚。付属していて収納力が抜群です。他のタイプと組み合わせて使うこともできるので、使い方次第で理想のカウンタースペースを作ることができます。次の製品は 120cm バーカウンター。背面に大容量の収納を備えた日本製のバーカウンターです。他のストレートタイプと連結し、組み合わせて使うことができるのも魅力です。二つをつなげて、ロングカウンターとして使ったり、L 字カウンターとしても使えて、バリエーションは様々です。生活スタイルに応じて増やしていくのも楽しいかもしれませんね。リストの次の製品は、カウンターテーブルラッテ、ラテ宮武製作所。木目が美しいブラウンの天板が敷いて、どの部屋にも馴染みやすいデザインです。天板の下には高さ約10cm の棚、側面にはラックがついており、収納力もバッチリです。天板にはスライドカバー式のコンセントもあり、卓上で電化製品を使用できます。対面でも壁面でも使えるので、用途に合った場所に気軽に置くことができます。次の製品は折りたたみテーブル付きレンジボード。トースターや炊飯器などを置けるスライド棚、二口のコンセント、お気に入りの雑誌などを飾れるマガジンラックなど、多くの機能を兼ね備えたカウンターです。折りたためるテーブルは、二人が食事するのに、ちょうどいい幅 120cm、ガラス戸棚は、両面仕様でどちら側からも出し入れできます。キャスター付きで移動も楽々です。次の製品は 150cm バーカウンター。福岡県大川市の家具職人の技術が詰まった高品質なカウンターです。天板は高級感と清潔感を演出する鏡面光沢仕様。背面には大容量の収納を備え、足元には強度10分の足置きステップバーがついています。色はレンガ柄のホワイトとアーリーアメリカンをイメージした。小材調のブラウンの2種類。国内メーカー製の壁紙用シートを使用しています。リストの次の製品は、シカゴハイテーブル。チーク材を使った天板に、黒革調塗装が施されたスチール製の枠。シンプルながらも、存在感のあるおしゃれなテーブルで、北欧風やカフェ風インテリアにも馴染むことでしょう。キッチンでの作業台や、ダイニングテーブルとして、勉強机としてと、いろいろな使い方が可能です。また、店舗での受付カウンターやレジ台などとしての使用も、おすすめです。
リストの次の製品はガラス天板カウンターテーブル。すっきりとしたデザイン、シンプルな設計が魅力のカウンターテーブルです。天板は飛散防止フィルム加工が施された厚強化ガラスで、まるでおしゃれなバーカウンターのよう。幅は 120cm とお部屋のどこにでも置きやすいサイズになっています。色はお部屋によく馴染むホワイトとブラックの2色で、インテリアに合わせて選べます。次の製品はバーカウンター。一般的なカウンターの高さは 85cm のものが多いですが、この商品は 96cm と高めに設計されているため、男性や背の高い女性でも腰を痛めることなく快適に使用できます。裏面には 5cm 刻みで調節できる可動棚がついており、グラスやお皿、キッチングッズをたくさん収納できます。ダボがねじ込み式なのも嬉しいポイントです。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。